この間、あのー、後輩のさ、同じ道ってコンビのあの都市ボーイ、歳坊い。知りませんけど。ああ、何回も話してるんですけどね。いるんか一、ね、応、仲良い,いコンビ、ボーイがいるんですけど。ああまあ、夜焼肉屋行こうって言って、うん、まあ焼肉屋行ってさ、<laughs> で、食べながらさ、うん、ちょっと飲みつつ、うん、こう話してまして。うん、で、まあ、同じ道ってコンビが、 あの、名古屋出身のコンビなんですけどね。うん、あの、東京出てきて、まあ、10年ぐらい芸人やったんですけど、なかなか目が出ないっていう。うん、こう事務所に言われてね、10月から名古屋で活動することになった、ね。そうなんだよね、うんうん。で、まあ、東京もそろそろ離れるから。うん、どうなのと、うん。こうやっていけそうなのと。ほう。年棒にちょっと真面目な話ね、うん。まだちょっとどうなるかわかんないですね。うん、みたいな感じ。 で、住む場所、とりあえず決まったのか、お前って聞いたら。うん、まあ、とりあえず、 あの、まあ、両親離婚してんだけど、うん、親父の家があるんで、そこに転がり込むか、あねうん、まあでも、本当に狭い家なんで、うん、もう入れないかもしれないんで、ちょっと物件を検索したんですよ。うん、ってそしたら、こんな家が出てきたんですけどって見て、うん、こう出したサイトにさ、1K で、うん、ま、そんなにもう狭い家じゃなくて、うん、で、収納もあって、駅もそこそこ近くて、うん、で、6000円って書いてあって、<laughs> 6000円え え、どういうことだって初めて見たよ。0.6万円って書いてある。え何で、管理費見たら、1万円って書いてあるのいや、管理費の方が高いじゃねえか、え何これつって、いや、どんだけ名古屋だって、1万6千円1 k は、ちょっともう。ねえ。 どうないよね、それね。いや、自己物件だとしても、安すぎるでしょって。なんかね。うん。殺人事件起きて、そのままとかなんじゃないのってここはありますけど、あの、自分で勝たせてもらって。キープアウトみたいになってさ。何これ一旦住んでみればみたいな感じになってさ。いや、でも怖いですね。いや、怖いよね、ちょっと考えますとか言って。で、さ、ま、都市ボーイに、 で、名古屋行くことについて、周りの反応はこれどうなんだっていうふうに聞いたら、うんうん、なんかね、同じ道が名古屋行くことが、 なんかヤフーニュースとかお笑いになったりとかで、ネット記事になってた、見た。ネット記事ない,いや、俺知らなかったんだけど、うん、出てたんだって。てで、なんか同じ道拠点を名古屋みたいな感じで、バンってなんか出てたらしいんだけど、うん、え、どうなの反応って言ったら、うん、年老いが、なんかそこで、なんか結構厳しいことコメントで書かれちゃいましたみたいな。あのー、さあ、 どういうこと書かれたのっつったら、まず、拠点を名古屋へって言ってるけど、うん、元々の拠点知らねえよっていう。<laughs> <laughs> どこの奴らなんだろ同じ道を、ね。同じも知らねえから、ね、基本的にはやっぱり。うん、まず拠点知らねえのに、ももね、どっから名古屋来るんだよって。そう、ね、福岡から名古屋への可能性もあるしね。そうそうそう。うん、で、あと、こいつらは名古屋で頑張っても、これまでと同じ道を辿るんだろうな、みたいな。<laughs> あちょっと、結構厳しいこと書かれてさ、あ,ねうん、あと、早く違う道を見つけろ、みたいな。<laughs> 同じ道でやってんじゃねえか。芸人の道じゃなくて、みたいな。厳しいね。いねあと、あのー、同じ道というか、うん、誰だ、地味だな、みたいな。もうなんか、<laughs> あなんか同じ道にかけて言ってんのうん、うんあ。でさ、あと、 宮古ちに改名しろっていう。<laughs> <laughs> 東京でダメだってああ、ああみたいなね。宮古ちに改名しろみたいな。ないな辛辣だな、これ。それは何なのツ何ツイッターいや、なんか、あの、ネット記事のコメント欄のじゃん。ああ、そうで書かれて、みたいな。あ,<ー>あと、まあ、ツイッターとかもそうなのだな。うん で、あとよ、ね、岩井さん見てください、つって、うん、ちょっと最近、つって、頭バッて見せてきて、最近ちょっと、は、うん、はげてきてるんですよ、つって。うん。なんかえ頭皮がさ<あ>た、ちょっと薄くなってて、あいつさ。さ<あ>、うん、うわ、最悪だな、っ,って。うん。で、ちょっともう、一回、シャメ撮らせてくれ、つって。で、その、なんか、頭皮のシャメ撮って。うん。あ、だから、これ次の日、俺、美容室行くから、はあ。はぁ。 その、だから美容師の人に、これどうなのって聞いてきてやるよ。お,ーお,ーおーこれ剥げんのか、そうだな、みたいな。うん。聞いてきてやるよ、つって。で、次の日さ、高校の友達がやってこう美容師って言うの、ん。うん。そこに髪に切り行ってさ、こう、女の子がついたんだよ、そこのね。うん、だから斜面見せて、うん。後輩なんだけど、これちょっと剥げんのかなっていうふうに聞いたの。うん。そしたら、その女の子はハッてなって、ええってなって。うん。 あえ、やっぱり励んのって。うんうん、やっぱ励んのって聞いたら。うん、あいや、ちょっと違くて。てな,な,なんかトラウマだったあの人にすごい似てるんですよ。って言うわけ。なんかすごいトラウマだった人にすごい似てるんですよ、ね。トラウマだった人。うん。で、さあ、な、何それって言ったら。うん、前の、前に働いてた、お店。で、うんうん、あの、トッシーのその顔にすっごい似た。うん お客さんがいて、で、市をロンゲにした感じらしいんだけど、その人がもうなんか、頭皮きっとぎとで、もう汗臭くて、もうなんかニヤニヤしながら、なんか何々さんつって話しかけてきて、ってアドレスとか聞こうとしてきて、そんななんか感じだったから、そこ嫌でやめたらしいの次の店どこかも教えないで、何にも情報ない状態で、もう次のあの店を、 同僚とかにも教えないで、行ったっああもう漏れないようにね。うん、どこからも。で、次の店行って3年ぐらい、その店でね。うん、次の店で。仕事してたら、ある日、全く教えてないのに、その男が、このね、店がある、前の道がまっすぐになってたんだけど、その奥から、 こっちの店に歩いてくるみたいな、ね。うわ,ーうわー来たみたいな感じになって。おおうわうわってなって、で、さ、店入ってきて、探しましたよ、みたいな。うネットで、あの、名前検索して、いろいろ喋ったら出てきて、みたいな。うわーってなって、で、さ、もう、何年何ヶ月ぶりですね、みたいな。うわ全部、なんか、計算しての、うん、<お>で、のそうなんですね、みたいな。 なって、で、なんか怖いから普通に対応してたらしいんだけど、やっぱりさ、あのー、君のカットじゃないとダメなんだよ、みたいな感じはあ、はあ、で、えー、でも、じゃあ、座ってください、つって。で、どうしますって言ったら、こんな感じでお願いします、つって何枚か写真見せてきたなって、紙、うん、のカット。はあはあ、その、あの、出した写真の顔に全部、うん、かぼちゃのスタンプが、 全部、見せてきたえ。え、こういう髪型してくださいの写真にかぼちゃんのうん、うん、そうそうそう。うん、え、なんだろうこれみたいな。意味わかんない、うん。感じになって。うん、いや、でもなんかもう怖いがして何にも聞かないで。ね、で、もう切って、もう早めばーって切ってさ。うん、で、帰り際ですよ。でもなんかすごいでも気になっちゃって。うん なんなんですかさっきの、あのー、写真、全部カボチャのスタンキータが押してたらじゃないですかって聞いたら、えだってあなたが言ったんじゃないですかつって、どういう風に切りますかって言った時、モデルのこう写真見せたら、うちは整形はやってませんって、あなたが言ったんじゃないですかつって。えだから、<え>なんか、その子が、うわ<え>あのー、<え>もうすごい嫌だから、うんうんうん全然、 この顔、みたいにならないですよっていう味ていみ嫌味を込めて、嫌みを込めて、あの、うちは生計やってないですからって。言ったんだよ、誘拐そのまま。最後の方言ったんだって。はあ。その、あのー、前の店辞める。前の店辞める最後の方に。そうか。来たから。かはあ。うん。で、辞めてって、はあ、で、3年ぐらい経って全く忘れてって、カボチャのさスタンプをしてて。で、結構、 こう、だからもう全部押されててさ怖っ。だから、全部顔隠して、こう写真持ってきたんですよ、つって加工して、つって、はあ。はうわっ,って怖えな。うわ、うん、いや、だからもう、そうか、ストーカーというよりか、なんか、そ、その恨みというか、まあなんかあんのかな。うん、かあんのかわかんないけど、っていうは怖いなまあなんかね。うん。いや、でも、うん、いや、そういう話じゃないんだよ、つって。あの、と、とし、とし、ん。 完全に言わせるって。えその話はいいけど、都市はこれあの、この髪、髪だから薄くなって、ね。あったね。そう。げるのこれ。ハげないのって聞いたら、あーこれはハげますね。ハげの会んのかい普通に。あいつ名古屋行って剥げるらし。んのかい。なんだよ。なんなんだこの話。